本日大変お忙しい中お越しいただきました、囲碁プロ棋士の武宮正樹さんです。よろしくお願いいはい、たよしろしまく、こちす。らこそ。よろしく。9段10段九段っていうんですけどね、十段も十段っていうのはタイトルの名前なんですけど、あ、そうですね、それを、まあ、取ったこともあるんですけど、はい、うん、まあ、基本的には九段、九段、九段が一番上の段、ね、まあ、どういう頭の構造なのかなっていうなんかだってプロの囲碁棋士になるのって聞くところによるとすごく大変なんですよね、はい、まあそうですね、それは大変って言えば大変です、だってそれはでも特殊な才能というか世界なので、うんうん、浅田舞ちゃんの麻雀のあのスケートじゃないけど、うん、誰でもなれるっていうもんでもないのでね、そうですね、うん、日々の努力が必要、そうですね、またちょっと違いますけどね、世界とは、うんうん、でもやっぱり碁も、はい、ね、まあ、将棋なんてよく碁と将棋ってね、うん、あれ意味してますけど、うん、まあ、似てますけど、うん、やっぱスポーツの世界もね、いろんなスポーツ、うん、はい、うん、いろんな音楽、いろんなことも、はい、まあ、特殊な才能じゃないですか、うん、ね、だからやっぱりそういう向き不向きがあるんだと思います。あるかもしれないですね、うん、以前ねお話を伺った時に、うん、その剣道の棋士と同じように、はい、相手の目をこう見て、うん、そして相手の次の手をこう先読みするんじゃないかと言ったら、そうじゃないらしいですよね、うん、そうですね、うん、先読みというか、うん、一瞬一瞬のやっぱり相手と の, その動きというか、うん、そういうのを感じながらやるんで、うん、まああれですよね、もう瞬間瞬間的に感じるものなんで、それ感じることできるんですか、まあ、そこが年月とか、うん、そうですね、その辺がまあ、うん、あれですよね、才能っていうことなのかもね、センスというか、でやっぱり自分の気持ちがスーッとこうまっすぐではないと、なんていうのかな、本当のことがこう感じられないというか、精神性、うん、そうですね、それもありますよね、うん、どっかにこう変な欲があると、うん、勝ちたいとか何とかしたいとか、うん、そういう何かがあるとこう、うん、本当のその盤上の本当の自然なものがこう感じられないくなるから、うん、そうするとやっぱりダメですよね、まあ、それのあれですよね、なかなかうまくいかないんですけど、それがやっぱりね、うん、自分だけ得儲けてあげね、うん、得したいとか勝ちたいとか、うんうんうん、そういう気持ちが起きるとやっぱり、ね、純粋に向き合うということですか、そうですね、そのまま石と向き合うということですか、そうですね、盤上の、うん、の世界にこう素直にこう、うん、あ、なんかちょっとこう初心に戻るとかそういう感覚にも似てるんですか、ね、ああ、なるほどね、うん、まあそうですね、うん、そういうことにもなりますかね、うん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 、ということはなんか人間の人道として共通するところたくさん ありますよ、ね、あると思いますね、なんかこう歌を歌ってる人だったらだんだんお金を儲けたいとか、何のために歌を歌いたかったあの時の初心がだんだんお金にこうね、そうするとこう木を照らうようになって、歌自体がに力が、あるいはこう自分のこう何かスピリッツを乗っけていくものが劣化していくみたいな、うんうん、そうですね、だからよく例えば、うん、まあ名人なりなんか本因坊なりタイトルを取る、うん、僕もね何回も取ったけども、うんうん、でタイトルを取るとその下手な子は見せられないとかね、うんうん、もっと名人らしく囲碁を打たなきゃとか、うんうん、変な気負いっていうか、うん、そういうのがこう芽生えると良、うん、くないんですよ、逆にそういい手を打ってやろうとか囲碁を打ってやろうなんて思うと、うん、あんまり実は良くないですよね、うん、先ほどのお話からするとですね、相手がその隙ありっ
面みたいな、うん、そうですね、隙ができるでしょうね。隙ができるってことなんですかね。ですよね、うん、あのやっぱりあのこういうなんていうか碁も、うん、他のスポーツもね、あの、うん、いろんなことも対峙するスポーツですね、うん、あれはなんていうかそういう自然な、うん、そういう、うん、まあ、神様が作ったようね、うん、その自然なものだから、うん、なるほど。ですからそこでその変な、うん、気持ちが起きると、うんうん、やっぱりあのその自然なことにこうマッチしていけないというか、いわゆるその煩悩的なものっていうことなんですね。うん、そうですね、あの、うんうん、ですから実はうまくいかなくなっちゃったりして、じゃあそういうご体験は数々ですね持っていらっしゃる。もうそうですね、それ繰り返してるんですけど、うん、なかなかうまくいかない、そうは言ってもということはあの位置についてってこうお互いにこう来た時に、うん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 、まあ、相撲だったらね、うん、相撲もこう土俵に入って塩をこう巻いてこう来て、ええ、うん、あれ用意ドンってこのピストルがないわけだから、そうです、ね、お互いに目を見て合うの呼吸っていうことで、そうですよね、パーンと始まりますね。あの辺のお互いにあの盤上に目を落とし、うん、こうあれ最初からこう並べてるんでしたっけ、並べ、いやもう最初は何もないところから始まるんですね。何もないところから、そうです、並べるところから始まる、あの最初はもうゼロから始まる、ね、あそうですか、ごめんなさい、あれ将棋は並んでますけどねいやもう本当に恥ずかしい、すいません、はあのそうですよね、あ最初から無から無から始まる、いやすごい、そうなんですよ、もう盤上がさらの状態 で、 そ、 うです、ね、そこに世界を築いていくわけですね。そうですね、言ってみればそうですよね、パチッと、そうですね。